サブウェイクラブサンドイッチサブウェイの店舗内、サブウェイはアメリカに本社を置くファーストフードチェーン店、サブマリンサンドイッチという長大円形のサンドイッチを主力商品としており、世界店舗数は2013年1月時点で38,374店とマクドナルドの約34,000店を超える世界最大の飲食店チェーンでもあるアメリカコネチカット州ブリッジボートで フレッドデルーカとピーター・バックが1965年にピーツ・スーパー・サブマリンズとして創業を開始し1974年に現社名に変更された。現在の本社は同州ミルフォードにあるがアメリカ国外の展開についてはオランダのアムステルダムに本社を置くサブウェイ・インターナショナル BV が統括している。サブウェイという名称は 潜水艦型のサブマリンサンドイッチを客の好みに作ることから、サブウェイ立命館大学 PKC 店日本ではサントリーホールディングスが子会社として日本サブウェイ株式会社を設立し、1991年にアメリカのサブウェイ社とマスターフランチャイズ契約を締結し、直営店、フランチャイズ加盟店の両輪で展開していた。 当初はアメリカと全く同じメニューのみを用意していたが、売り上げが伸び悩んだことから後に日本国内限定メニューを用意し、またパン生地についても欧米人と違い、日本人は大気が少ないことから1999年に国内専用のしっとり生地を採用するなどして新規顧客の獲得に成功している。2018年12月現在、 日本国内では302店舗を展開している。また、開業当初は全席禁煙だったが1992年には喫煙席を設置し、当時店頭には喫煙席を設置しましたと堂々と掲示していた。2017年現在でも一部店舗を除いて喫煙席は設置されており、禁煙席とは特に仕切られていないことが多い。なお、喫煙席があるのは日本のみである。 パンの種類は通常メニューで選択できるのはビート、セサミ、ホワイト、ハニーオーツの4種。2013年11月からは第5のパンとしてフラットブレッドを投入限定メニュー選考で以降通常メニューにも利用できるようにする予定。2016年3月末でフランチャイズ契約が切れることからサントリーでは日本サブウェイ株式の65%を サブウェイのオランダ法人に売却した。以後日本国内展開については、サブウェイ本社の直轄となるが、サントリーも飲料の納入等での関与を続けるため株式の一部、保有は続け、出向している経営陣も一部残留していた。しかし2018年3月に残りの株式も全て売却し、サントリーは日本サブウェイの経営から完全に撤退した。 2019年6月25日より、出前間で一部商品のデリバリーサービスを開始。2019年12月11日現在、47都道府県の内サブウェイが出店していない県は、新潟県、群馬県、福井県、京都府、島根県、鳥取県、徳島県、香川県、佐賀県、長崎県の10県である。サブウェイ店舗の世界分布南北。 アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オセアニアにフランチャイズを展開しており、日本においては、サブウェイインターナショナル BV の完全子会社、日本サブウェイ株式会社が国内展開している。ありがとうございます。